宅窓を開けるたびにまたしても猫がご来店。この子猫、夜中にコンビニの敷地に段ボールで捨てられたらしく、人恋しさで店内に入り込んでくるようでした。まあ、このヘラヘラな子猫、私は放っておけなくて帰宅しました。現在里親を探すべく行動しておりますが、段ボールに猫を詰めて捨てた人よ、今どんな気持ち、あなたのやったことは犯罪ですよ、っていう那覇市の、村松久江さん。息子も小5なので今日は卒業式出席で登校でした。窓の空港を出ていたらちらほらと袴姿の卒業生を見ました。やっぱこの辺でも何て言うんですかね、袴女子も何しも来ていました。世田谷中新田彩子さん。先日近所の中華屋での出来事です。卒業となりお祝いを兼ねて店に行きました。店の親父も嬉しかったのか目頭を熱くしていました。親父が娘、今日はお祝いになった